皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのとしです。今回は子どもの苦手を知るためのお母さんの理科の授業、水溶液と質量パーセント濃度についてお話します。この部分ですね、実は苦手な子どもが多いところなんです。なぜ苦手かというと、実は計算が出てくるからなんですよ。もう計算が出てくるというだけで、はできない、あ難しいって思い込んじゃうんですね。内容を聞く前からもう苦手と思っちゃうんで、授業の内容頭の中に入ってこないんですよ。でも実はね、そんなに難しい計算をするわけではありません。ですからここでどういう内容か、お母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃん覚えていただいて、お子さんにちょっとアドバイスをしてあげてはどうでしょう。この計算をするために知らなくてはいけない言葉があります。最初は濃度です。濃度というのは液体の中に溶けている物質の濃さですね。普段の生活の中で言ったら、味噌汁とかスープの味の濃い薄いだと思ってください。これを数字で表したもの、こんなイメージね、こんなイメージで構わないと思います。そしてこの濃度を計算するために必要な言葉があるので、あと3つ、1、2、3、これを覚えていきましょう。まず液体の中に溶けている物質のこと、これを何というかというと、これは溶質と言います。溶けるという字に質問の質です。溶質、液体の中に溶けている物質のことです。そして物質を溶かしている液体のこと、これを溶媒と言います。同じく溶けるという字に、媒はこんな字を書きます。溶媒です。そして物質が溶けている液体全部のこと、つまり溶質と溶媒を合わせたもの、これが溶液です。で、言葉覚えられないというお子さんいますけど、そんなことないんです。これね、普通に口に出して練習すればすぐ覚えられるんですよね。溶質、溶けているものと、溶媒、溶かしているものと、溶液、2つを合わせたものと、こんな感じで覚えればいいんですよ、ね、溶質、溶けている物質、溶媒、溶かしている液体、溶液、溶質プラス溶媒と、こんな感じで、もう楽にね、無理に覚えようとしなくていいです。普通に読んでいけば、何回も読めば覚えるのでね、口に出して言う練習さえできれば覚えられます。そしてこの溶質、溶媒、溶液、こんな感じで式にできます。溶液はと、これは溶質プラス溶媒と、ね、溶液は溶質プラス溶媒と、ね、この溶質溶媒合わせたものが溶液っていうんですね。で、こんな言葉だけ覚えてもなんかイメージしづらいので、具体的な例をここに3つ挙げておきます。溶液、溶質、溶媒。砂糖水、これは砂糖を水に溶かしたものですよね。だから中に溶けているもの、溶質は砂糖です。はい、溶媒、溶かしているもの、これ水に溶かしているんですから、溶媒は水ですね。食塩水、ね、食塩を水に溶かしたものですよね。だから溶けている物質、溶質は食塩です。はい、溶媒、
溶かしている液体ですね。これ水ですよね。食塩水ですから、食塩を水に溶かした溶媒は水です。硫酸銅水溶液、ね、ちょっと理科の教科書の中に載っていたのでちょっと取り上げてみました。これは硫酸銅という物質を水に溶かしたもの、これは硫酸銅水溶液ですよね。ですから溶けているものは硫酸銅ということになります。硫酸銅、これ水に溶かしているんですか、溶媒は水、こうなります。ここでは溶質すべて固体なんですけれど、溶質って実は固体だけじゃないんですよね。液体や気体の場合もあります。例にとると皆さんが理科の実験でよく使う塩酸、これは塩化水素という気体、これが水に溶けたもの、これが塩酸なんですね。ですから塩酸というのは塩化水素水溶液、このような言い方も言えますね。塩化水素が水に溶けたもの、塩化水素水溶液、それが塩酸だ。このように気体が溶けたものもあるので、ここで覚えておいてください。では計算の方に移ります。ここからは質量パーセント濃度の計算について説明していきます。ここで質量という言葉が出てくるんですけど、質量は重力を生じさせる物質の量、こんな風に辞書なんかに載ってるんですけど、ここでは地球上での物体の重さ、単純にこう考えてください。では質量パーセント濃度、これパーセントですね、これを求める式は、これは溶液の質量分の溶液ですね、溶質の質量、単位はグラムですね、かける100と、パーセントなのでこのかける100がつくんですね。パーセントですからかける100をつけると。でも溶液って2つに分けられましたよね。何かというと溶質プラス溶媒です。ですから溶質の質量プラス溶媒の質量、分の溶質の質量と、かける100と、ね、文字で言うと質量パーセント濃度は溶液の質量分の溶質の質量かける100、溶質プラス溶媒の質量分の溶質の質量かける100と、こういう式で求めるんですけれど、これ言葉だけで聞くと難しく感じちゃいます、ね、言葉だけだから難しいんですよ。でも実際数字を当てはめるとそんなに難しくないんですよ。ですからここに簡単だということを説明するために例を3つ挙げています。例1、 30g の食塩を 120g の水に溶かした食塩水の濃度、30g の食塩、これ溶質ですよね。それから 120g の水、これ溶媒ですから、これ下の式に当てはめればいいんですね。つまり溶質プラス溶媒分の溶質の質量かける100と、こういう計算です。これ計算するとき、150分の、この100、先に分子にかけちゃってください。で、3000になります。なぜかっていうと、ここではね、数字をぴったり出てくるように問題作ってるんですけど、学校の場合、これ小数第1位を四捨五入してとか、小数第2位を四捨五入して求めなさいという、こういうことがあるんですね。そういう時に先に、この100を上に、
分子にかけておけば小数第一でどこにしようかって迷うことないんですね。普通に計算すれば小数第一を四捨五入してだったら小数第一まで出して、そこを四捨五入すればいい。もしこれ先にこの150分の30を計算して、小数点いくつまで出してそれからかける100をするっていうと、どこに小数点つくのかなって迷っちゃいますよね。でもかける100を先に計算すればそんな迷うことがないので、先に分子にかける100をしてください。そうすれば簡単に迷うことなく計算できます。と20と、で答えは 20% とこうなります。ちょっと26に見えそうですね。これ消してみますね。これ20です。例の2です。食塩 45g を水に溶かして300g の食塩水を作ったこの濃度と、こうなっています。食塩 45g、 これ溶質ですよね。それから 300g の食塩水、もうここでは食塩水になっているので、これ溶液の質量なんですよね。ですから式は溶液分の溶質、300分の45かける100となりますよね。イコール300分の4500と、こうなって、まあ、計算するとき最初こうやっていたのが計算しやすいですよね。と45÷3ということで、これは15となって 15% ね、濃度 15% ということがわかります。これ例の3です。15% の食塩水 400g に含まれる食塩の量と、あれあれこれ濃度出てるよねと、あ、じゃあこの式じゃないんじゃない、そうです、違うんですね、こういう問題を読んでこの式、まあこの式から出ないこともないんですけれど、この式を思い浮かべなくてもいいんですよ。これって 400g の 15% が食塩だよという普通の算数の問題なんですよね。ですからこれは迷うことなく 400×0.15 でもいいですし、分数で100分の15とやってもいいですよね。これを計算します。約分しますね。 4×15 で60となって 60g と、このように食塩の量を求める場合も普通に算数の計算でやればいいと、こういう問題も含まれているかもしれないので、ここら辺は覚えておいてくださいね。今回は水溶液と質量パーセント濃度についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。